あけどやるどー。はい、おはこんじるまーん。やってまいりました、あけどのお時間でございます。私のチャンネルジールマンの玩具日和というのは基本的に月水金動画更新で、あとはね不定期に配信なんかをやってるんですけども、いや正直期待してた以上にジールマンがアケドにドハマりしちゃいましてなので、まあ可能な限りですよ、可能な限り火曜とか木曜にもアケドの動画を投稿したいなと思っております。まあ、この間の火曜日にねアケドのスターターパックのご紹介動画を投稿したわけですけども、基本的にはそういったご紹介動画に関してはいつも通り月水金にちゃんとしたいんですよね。そして火曜木曜にかなり緩めの対戦動画を今後投稿していけたらなと考えております。そんな余剰投稿第1弾として、はい、今回はねカワバンガータートルズのアケドで遊びます。まあこのタートルズのアケド、過去にざっくりですがご紹介動画作りました。ただですね、視聴者さんから X の質問がございまして、シュレッダーとかレオちゃんとかね、ラファエロ、この辺でまあ誰が強いのかっていう風に聞かれたんですね。でまあ実際過去にジールマンが遊んでみた中では、やっぱねこのシュレッダー、そうシャワキちゃんがやっぱ一番強いと思ってるんですけども、まあ果たして本当にシュレッダーが一番強いのかを検証していくために、まず今回は、このね、ジールマンが持っているタートルズ3人で勝ち抜き戦をします。じゃないと多分動画が長くなるんで本当はねせめて、ミケランジェロがあれば完璧だったんですけど、まあそこはちょっと申し訳ないけどもご了承ください。そしてこの中でね一番強いのは決まったら次の動画でシュレッダー軍団の中での最強を決めます。そしてそのままタートルズアケド最強を決めるといった感じの流れですね。ということでタートルズ3体の兄弟喧嘩勃発、カワバンガーさあ、ということでセッティングしました。でですね、このアリーナなんですけども、こちら音が鳴ります。ただジールマンのこのね使用しているのはタートルズ仕様ということで、まああのタートルズ関連の音楽とか音声でもしかしたらね半径に引っかかる可能性があるの で今回使用いたしません、ご了承ください。ということで早速やっていきましょう。まだねレオナルド対ラファエロ、どちらもシンプルな武器持ちタイプ。まあねラファエロはサイを持ってるんですけども、今回結構長めの仕様なんでリーチ差はあまりなさそうですね。それでは両者見合ってレディーファイト。ここはねこのように離れることができるんですよね。で奥行きもあります、手前側もあります。この範囲内でうまいこと移動し合ってバトルをするというのも一つの策略ですね。あとはここにね後ろを向いてるとこんな感じで一応ガードになります。ただこれねこのわかるかな、鉢巻きに引っかかってそのまま首が上にぐるんっていったら、まあ、負けてしまう可能性もあるんで必ずしも、ガードが完璧とは言えません。ごめんなさい、仕切り直しましょう。では改めて両者見合ってレディーファイト。おー、武器のリーチは同じぐらいなんですけども、レオナルドが勝ちましたね。あれかな、サイの形状的に逆に扱いづらいとかあったのかな。レオナルドの刀ってやっぱシンプルな造形なんでそこは良かったのかもしれません。そして続いては勝ち残ったレオナルドとこのケリーポーズのドナテロ。ジールマンが今開封済みの中では唯一のケリキャラクターですね。こちらやっていきましょう。両者見合ってレディーファイト。おお、早い。こちらジールマン一人でやってるわけなんですけども、特に本当にひいきとかはしておりません。なんだったらねジールマン超絶右利きなんで、この左で扱ってるレオナルドの方が不利まであるんですけども、まあ関係なく勝ちましたね。まあ、この辺はさすがねタートルズのリーダーといった感じでしょうか。とまあ勝ち抜き戦ではレオナルドが一番強いという結果が出たんですけども、まあ、あの負けてしまったドナテロとラファエロ、じゃあこれはねどっちが強いのっていうのは最後決めましょう。両者見合ってレディーファイ。おお、ダブルノックアウトだ。
ちょっとスロー映像だったらね、どっちが先かっていうのがもしかしたら分かってるかもしれないんですけども、今この現段階はね、正直どっちか分かってなかったんで、一応もう一回やりましょう。では一応公平性を考えてね、左右を逆にしてみました。それでは両者見合ってレディーファイ。おー強いドナちゃん。1個前の戦いでね、もしかしたらラファエルの方が先制を取ってたかもしれないんですけども、一応ね確実にスプリットストライクを取ったのはドナテロということで、まあこの3体の中ではレオナルド、ドナテロ、ラファエルの順となりました。ということで今回の動画はここまで。今回も最後までご視聴ありがとうございました。またねー。番組より編集をこだわるおじさん、ジルマンの番組より本当は編集したくない、そんな俺だけど、チャンネル登録高評価待ってます。